はい、こんばんは、山寮ですということでですね、今日は2月8日に収録してますので、まあ、頑張って今日中にあげると思うんですけど、実はね、2月8日というのはですね、郵便局にとってはですね、非常に大事な日なんですね。ということで、ちょっと緊急特番でね、郵便いろいろ雑談動画、YouTube、撮ってあげてますけど、というか、忘れてたんですけどね、昨日撮ろうと思って、すっかり忘れて撮ったんですけど、これね、2月8日というのはもう3年で言ってる通りで、実はね、郵便記念日なんですね。正式には、正確に言うと、これ何なんやって話なんですけどね、実は記念日なんです、郵便にとって。何なんかというとですね、正式には2月8日というのは、またここでボーンと出しておきますけどね、郵便マートの日っていうふうになってるんですね。で、ここに書いてある通りなんですけど、明治20年の1887年2月8日に、清新庁が郵便マークを告示したことが由来となっています。もうですので、134年ぐらい前になるわけですよね。いや、まあ、なかなかな歴史でございます。ところがですね、実はこれね、ちょっといろんな紆余曲折がありまして、もしね、まあもう郵便局員の人は当然全部知ってると思います。もう細かいこともね、全部ね、ご存知だと思うんですけどね、毎日ね、郵便局員の人知らなくてね、街中で歩いとったね、そういえば2月8日ね、昨日はね、郵便マークの日だったよね、とかってね、街の人に聞かれた時にね、答えられなかったらね、恥ずかしいじゃないですか。そんなんじゃ年賀状も売れませんよ、きっと。ね、むしろもうこのことを知っとればきっと年賀状も売れます。根拠はないですけどね。ということで、郵便局の人は覚えておきましょうということでね、一応ただね、諸説あるんですよ。っていうのが、発表当時の、ところからですね、ちょっといろんな説が出てます、ネット上でも。書いてある通りなんですが、発表当時は T（定）であったが、2月14日に、郵便マークへ変更ということですね。で、2月19日に、この郵便マークの誤りであったと官報で訂正が入りましたっていうのが、簡単な流れです。要は最初に発表されたマークが違ったんですよね。で、後から2月19日になって、このマーク、今の郵便マーク、このマークが、正しい郵便のマークですよっていうふうになりましたよっていう経緯なんです。これね、ちょっとね、軽く歴史の方を説明をしておきますと、もともと郵便っていうのが始まった明治の初期の段階では、何もマークはなかったらしいです。ただそれがですね、途中からですね、日の丸あるじゃないですか。日の丸にね、日の丸に横線を、入れたような形、そんなね、マークが、途中から使われるようになりましたと。で、それから、そのマークをですね、まあ、逓信省が、刷新をするような形になりまして、逓信省、要はその郵便で使ってるマークとかと、あとね、ちょっと他にもいろいろとね、要は、最初はバラバラだった駅定局とかいろいろとバラバラになってたんですけど、それをまとめて逓信省っていうのを作るってなりました。これが最終的に今度またバラバラになって、今の NTT と郵便局と、通産省あたりが全部一緒になったような省庁ができたんですよね。で、その時にその共通のマークとして作られたのが郵便マークというふうになってます。これ、郵便マークって今呼んでますけど、当時は多分ね、逓信マークというような、意味合いで使われてました。だからあれはカタカナの逓だっていうね、いうふうに言い張ってるんですけど、実はね、これは結構ドタバタがあったということです。で、そのドタバタというのがその発表にはありまして、最初は T、もしくは定で発表があったということなんですよね。で、これがなんで、この T と言われてるか、定と言われてるかというと、これがまあ諸説あるところなんですけど、最初に発表されたのがこれは T だよっていう、アルファベットの T だよっていう説と、定の字ね、公王と平定の定ね、定の字だったよっていうので、まあ同じような感じで同じような読みじゃないですか、T と定って。ね、よくそれこそ T 字不利とかね、T 字不利って言ったら T 字有利とかって違う、それはカンコレだ、カンコレだ。あれね、日本海海戦で取られたね、陣形っていうのですね、T 字、とかありますよね。そういう有名なやつが。で、あれも実は T 字って呼んでるけど、実は定字が本来だったんじゃないかっていうようなね、話とかもあったりするんですよね。ただ、まあ、国際的に伝わるときに、やはり T の方がね、定、漢字の定よりも T の方がね、伝わりやすいとかっていうのがあって、で、どっちだったんだろうって、これ定、なんで定なのかって言ったら、定心症の定。で、それを公王と平定の定に、こう簡単な字に改めて、読めるから、これで定だったんだっていう説もあるんですよね。で、
そういうのもあってそれらの説もあるんですけど、まあ、それらが、を最初使ったんだけどそこから訂正したよっていう場合には、3つ一応説がありますよということなんですわ、もう下に書いてある通りなんですけど1つ目がその定位のマークから訂正したよっていう場合で、あとは定心象だからアルファベットの T から T のマークをつけたんだけどそれをやっぱり、郵便今の手のマークカタカナの手から来てるんですけど、ね、今のやつはカタカナの手だったんだよっていう、風に、したよっていう説が、ともう一つあるのが、もともとは本当は手で発表する予定だったのに本当に間違えてあの T で、出してしまったよっていう説が3つの説があるんですね。で実際のところ、どうなのかっていうのを、見てみようと思うんですけど、ちなみにこの1番と2番ね、最初に言った1番と2番の場合は、どうでじゃあそれだとダメだったのかっていうと、T っていうマークがね、その TTTTTT のこの T のマークねがあのね国際的にはこれ郵便不足とかで変換したりするようなやつ、あの料金不足ですよっていうやつに対してポンって押す印鑑が T のマークだったんですよね。あの国際的にアルファベットのを使うところでは、ですから、非常にねこれから国際郵便とかもガンガンやっていくぞっていう時にね、さあそのマークがバンカー入っとったらおお日本からやると全部料金不足やないかってドッカンって返されるというような、ね、ことになってもいけなくて、まあイメージが良くないマークだったんですよね。っていうのもあって訂正したんじゃないのっていう説もあるんですが、で、それに対してまあもともと告知しようとしておったのを間違えたんだよっていう説があるんですよね。でいろいろあるんですけどそれをちょっと後半ではそのあたりを検証しようと思います。とりあえずね、これでまずはこういう日なんですよっていうのを、は分かりますね。こっから先は、後半戦ということで、ではどう実際のところどうなのかっていうのを、私なりに、いろいろとちょっと資料を漁って調べてみましたので、それを、後半で説明させていただきたいと思います。はい、ということでね、こっからはね、キャプチャー画像を使いながら、検証の方をしていきたいと思います。まあ、いろんな諸説がありますよと。前半で言いました、軽くおさらいをしておきますと、定心象の間の定というところから、高音と平定の定を取って、定マークだった、最初はだったよっていう説。そこから今のマークに変更したよという説。で、2番、定心象の定心をアルファベットで書いた T。から、その T のマークから、今の郵便マークに変わっていったよっていう訂正したよっていう説があります、まあ、この2つの場合は、原因として、T のマークも T のマークも、まあ、どっちもねあのそのアルファベットの T に似ておってこれがですね国際的な、郵便料金不足の印であるというふうに、なっているんで、まあ、非常にね、厄介だと、ややこしいし、あまり印象も良くないだろうということで、急遽、今のマークに差し替えたよっていう説があるんですね。で、もう一つはもともと2つの案があって本当はもう最初からこの郵便のマークに決まっとったんですけど、これ官報の告示の段階で間違えて T と、書いてしまったよっていう説があるわけです。じゃあ、これ3つの説が結構ネット上ではいろいろまことしやかにささやかれてるんですけど一応、うちのところなりに、結論を出してみようと思います。一応郵便の専門家的にやってますからね、 YouTuber としてねやってますから、郵便の YouTuber としてね、やってますからねやってみましょうということで、出します。実際どうだろうっていうところを出しました。結論から言うとT 説、アルファベットの T だったよという説がまず有力です。T か定かっていうところで言うとね。で、言うのは、これ官報を、訳してみました。官報第1080号に載ってます。明治20年2月8日火曜日の告示内容となってます。現代文訳をしました。告示として、定心象告示第11号、おのず、今、T 字、T 字型をもって本省全般の長章とす、という記載があります。ここの、刻印内容は T です。これはおそらく T ではないと思います。
で、ただし明治19年、ここら辺の説明をする前に、実際に本当にそうなのって私が見てね、それを、言ったんですけど、いや実際に見てみないとね、手じゃないの、間違えてるんじゃねえのって、私が見舞えてる気がいてるかもしれませんから、そこのところに実際見てみようと思います。これが、実際の官報です。デジタル文書になってまして、国立国会図書館で官報に関しては、いわゆるあの著作権が切れてるものとか、告示ができるものに関しては、このデジタルコレクションというのが見れるんですよ。でそれを、実際に開いてみました。でフルスクリーンにしてちょっと少しでも大きくしてみましょうか。本文、これ全1085年、昔の漢字なんでちょっと読みにくいですけどね、一応多少社会学、地域社会学でこういうの読んでたんで多少読めるんで、明治20年2月8日ね、火曜日だったんですね、内閣官報局、ということで、あ、内閣官報局ね、官報局っていうところが出てます。1ページ目に告示として出てます。ここですね、これが原文そのままです。はい、ちょっと大きくしましょう。逓信省告示第11号で書いてあります。でここに今時 T 字型ってなってますよね。これが T か T かっていうことなんですけど、これね見てもらったら結構大きく T って書いてありますよね。で、これ他の字を見てもらったら分かると思うんですけど、当時 ゴシック体っていうのはないですから、全部あの明朝体になってますんで、止め払いが絶対出てるんですよ、に対してこれは出てないですよね、ということなんで、これは T、 これは T として書いてるでしょうと、見て、間違いがないと思います。で、いうことなんで、うちはこれは T だよねっていうふうに読みました。で本書全般の調、これで調書っていうんですよね、まあ、いわゆるあのマークですね、マークのことですね、トレードマークって言ったらいいのかな、今風の言葉で言うと、まあ、当時の言葉で長所って、まあ、これも旧字体ですけどね、全部ちょっとそれを今風に書き直すとこういう風になります。 D 字型を持って全本書全般の、長所とすということですね。で、ここにいろいろと書いてあります。ただし明治19年11月告示、第99号東大局、附属、戦記省、同第104号、通信、あ、ごめん、電信工業使用の、記章は本文の限りにあらずとなっています。これ何かと言ったら、まあ、いろんな局が、ね、あったんです。東大局というのは東大を管理している、ところが東大局というのが当時ありまして、これも、実は逓信省の、中に組み込まれたんですよね。 ですから逓信省の中にいろんな局があって、液定局とかって言って最初呼んでたのがあるんですけど、それが今郵便局になっていく感じらしいですね。駅っていうのはそのステーションという意味合いで、本来のステーションっていうのはあの今でこそ鉄道の駅ばっかしを駅って呼んでますけど、そうじゃなくていわゆる総合、施設みたいなものを、駅と呼んでたんですよね。でそういう意味ではその、駅定局って言って郵便局みたいなのも、いやそのそれこそ郵便だけじゃなくて、あの多分当時から多分印紙とかも取り扱ってたんだと思いますっていうような意味合いで、そういった局っていうこと、駅定局っていう言葉が加えてましたよということです。ですから逆に今あの駅が総合施設みたいになってますよっていうのは、実は本来の駅っていういう漢字の意味から言うと結構合ってきてるのかもしれません。もうちょっとすいません、あんまりそこら辺専門じゃない、いや本来の駅はあれだよって、まあ駅っていう字のはね、あの馬の沢ってね、ですから、まあ、馬がね、あの止めておくようなところとか、そういうような意味合いだったところから最初は来てるはずなんですよね。うん、そうそうそう、まあね、馬車鉄道とかっていうふうにもなってましたし、うん、そうそうそう。っていう、ところがあります。ですから、馬を止めておくところとかっていうので、まあ、当時 の, あの宿場町なんかにはね、そういうような駅っていうのがつくのがあるところありますよね。例えば、お伊勢の方に参るところの真っ坂にあるところね。前の下手っていうところがあります。あれなんかの駅っていう字を使いますけどね。そう、読みにくいので有名なところですけどね、前の下手。まあそういうような感じで駅っていうのが作られてまして、で、そういういろんなそれで局があったんですね。でその中の一つ東大局っていうのもありまして、そこが要は船に掲げないといけない、あの船っていうのは結構昔から海賊船じゃない
ですよっていうのを表すために、国の旗とかその、その自分ところねこういう所属のものですっていう分かる旗を、掲げないといけないっていうのがあるんですよね。例えば最近だと問題になったのが、韓国の、と合同軍事演習をやろうってなった時に、日本の海上自衛隊が、そのフラグシップですね、あフラグシップじゃない、フラグですね、フラグを、掲げようとしたらそれはやめてくれっていうふうに韓国から来たんですよね。あの要は日照機やから、あの戦犯機はね、韓国からしてみたら戦犯機やからそんなものを掲げてやってくるのはやめてくれって言われたんですけど、それに対して要は日本が、いやそんなことできるわけないやんっていうふうに返したのが、要は日本のメディアとかでは結構叩かれましたよね。あの相手の気持ちもわからないでとかって言ってるんですけど、あれはあのすごく単純な話で、じゃあ本当に旗を下げていきました、韓国海軍がそのミサイルを迎撃しました、何も言い訳ができませんということになるんです。あの海賊機とみなされるんですね。旗を掲げてずに領海侵入した場合には、これはもうあの撃ち落とされても何の言い訳もできませんよ、だから領海内を、航行するときは、その国のその国際法上でね、私たちはこの旗を掲げますって認められてる旗を掲げて、行かないとダメですよって、いうふうになっているんです。ね、その旗が日本の場合はあの日照旗というのが国際的に認められているんで、それであの旗を掲げているんです。だからあの本来これ他の、国際的なところで本当にダメだったらあの掲げている時点で NG ですからね。あれがそうじゃないというのはそういうことなんですよね、それでも見たことがあって、その時メディアがわーって言ってましたけど、そんなちょっと待って、あの一橋のね、港町に住んでるものなら一橋のもんでも知ってるような当たり前のことを知らないのかいっていうね、時も抜かれたことがありますけどね。まあそういうような兼ね合いで、旗が使っていることが多かったんですね。昔からですからこれは出してました。というかまあ昔でもないんか、明治19年11月だから3ヶ月くらい前なのか。で同104号で、出してるのが、電信工業仕様の気象っていうのがまだ別でその旗があったんですね。それはこれはちょっとよくわからないですけど、もう、まあ、とりあえずそれは発表してるのはここで言ってるこのマークとはまだ別の扱いになりますからねっていうことでありましたということです。でそれとは別でまた明治17年6月、これは4年ぐらい前なんですけど、第15号を2つ郵便長書というのがあります。これは実はその逓信省ができる前にですね、から実は郵便っていうのがあったんです。で駅定局とかが管理してたのかな当時は、っていうような扱いだったんですけど、でその当時一番最初は何万かなかったらしいんですけど、明治17年頃から、一応ちゃんとあのその郵便局員って分かるあのトレードマークを作ろうみたいなことになってたみたいなんです。それで、実際に公式に交付があったのは明治17年6月の時点で、日の丸にですね、どっかにないかな、官報のとこに、郵便マークのこれ、ちょっとこれウィキペディアから持ってきましたけど、これね丸に一字引きってここの画面の端っこの方に出てる、右端に出てる、これが、最初に作られた、マークなんですって。これが明治10年ね、に、頃から使われてたって話ですね。まあ一応公式には明治17年にこれがマークですよというふうに一応発表があったよっていうことなんですけど、っていう、ことなんです。でそれは、で今と違ってね、ちょっとね画面が見られてましたけど、今と違ってね、自然消滅をさせるような形で、これに全部切り替えますってわけじゃなくて、とりあえず新しいマークを作ったけど古いマークもずっと使いますよと。でまあ、自然消滅させるような形なんで、あのわざわざあの一気に変えようとはしませんと、現在のものの、破損等の事故により新調するまではそのまま使用すべしってことなん で、 あので最近だったらね、新しく銀行とかでもね、あのこう合併してね新しくするときは全部こうきれいさっぱり変えるじゃないですか。当日にいやまあ頑張ってよく変えるなと思いますけどね、あれ当時はやっぱしそんな頑張らなかったんですね。
うん、まあだってそのまま使えばいいじゃん、使えるもんだしっていうことで、うん、まあそのまま使用していきますよって感じで、まあそれがまあじゅぐりじゅぐりね入れ替わって、まあ今ではねすっかりそのマークも使われなくなってますけど、さすがに私も見たことないですよ、あのマークを使ってるところは。うちのねいた局はその当時からあったはずですけどね、そういう意味では、すごい、まあもう歴史も長いわけでございまして、でそのまま使用してました。まあ通して精神大臣榎本武弘なんでしょうね、というような通信で停止大臣の名前で発表がありましたよということなんですね。でとりあえず T の字は有力だろう。じゃあそこからどうしてこうなったのかっていうところなんですよ。これはね難しい、っていうのは訂正理由が特に記載がないんですよ。官報第1089号に訂正は出てます。明治20年2月19日土曜日で、実際には2月14日の時点から、この郵便マークっていう今の郵便マークが使われてるようになってるみたいですけど、公式的なところで、今、確認ができるのはこれです。明治20年1887年の2月19日土曜日の告示であります。2ページ目に載ってました。去る8日告示欄内、いやこれは先ほど見てたやつでね、で精神省告示第11号中 T は、このマーク郵便マークの誤りというふうに規制がありましたということです。これを実際に見てみると、いたたたた、これは2月こっちだ、これね2月19日の、ちょっともう2ページ目にしてありますけど、こんな感じで、まあ、いろんな、各省庁から出てる朝礼みたいなのが出てるんですね。毎日出てるんです。でここには告示第19号とかって、これは神奈川県平民編現出版に、こんなね、ですから役所の人間じゃないですよって意味ですね、平民っていうのは。小林梅吉さんがね流させてます。横浜区長者町9丁目98番ってすごいですね、住所まるっと載ってますけど、どこですか横浜区長者町9丁目って言われてもピンとこないですけど、横浜区今もありましたけど、あの明治時代なんでだいぶ町名も変わってますからね。違う、で今回は、万民筆記使用便国事、出版オン届け、出版しましたよって届け出すんですね、わざわざ。で、大事なのはね、そこじゃない、あとはなんか東京府知事、まあ、当時東京府知事の高崎、五六さんねえ、やべえ、間違えてそうですけど、まあ、いろんなこんな感じで告示がでわーっと出るんですね。で、ここに正誤っていうのが出てます、あの端っこの方にちょろっとね。で、最初のやつはなんだ、これは、省令、いつか省令、内陸軍、省令内陸軍省ですね、陸軍省令、陸軍省当時ですからね、の中でちょっと違うと、または補充員を、繰り上げて、その員を重当、重当かな、重当すというのが、を、先とし、入営、せしむ。だいぶ違いますね、意味合いが。っていう、間違いでしたよっていう訂正。で、他にもこれ、去る、8日告示欄内、ない、これが、ない、定信書告示第11号中、定位は、この U のワークになってますよね。定の、誤りっていうふうに書いてあります。で、実はこれで以上なんで、細かい理由とは書いてないんですよ。ですから何とも説明は難しいっていうところではあるんですけど、当時ですからいろいろと考察できることはあるんです、うん、っていうのは、ここで大事なのはこの郵便マーク入ってますよね。ここにマークが入ってます、実際原文の中にも。で今でこそこのマーク簡単に出せるじゃないですか、ね、それこそこれも書いて、これでね、郵便って言ったら、もうこれで一発変換に出ますよね。でも冷静に考えてみてください。明治時代です。パソコンなんてもうなりません。そんな電子もありません。ああいうやつを打つ場合には、ガリ版とか活版印刷みたいな形で、あれは
活版印刷みたいな形でやるんですけど、漢方に関してはガリ版ではないはずです。ガリ版ではないんで 手でパパパッと彫るんじゃなくて、活版印刷といったシステムを使ってるはずなんです。活版印刷っていうのは、まあ真鍮だったり銅だったりみたいなところに、彫り物をしてあるわけですね。その彫り物をしたやつで印鑑でポン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 押すような感じ、この字の印鑑を持ってきてポンっていうような感じのイメージ、それを版、のところにですねポン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 と、まあ、あのなんて言ったらいいのかな、あのマス目みたいなところにねポン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 はめていって、この感じの感じをここに当てる、ここに入れてってやると、はい、版画の出来上がりっていうことで、それで版をポン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 押していくと、活版印刷ができますよ。これが活版ってやつなんですよね、確か。だよな。ということで、当時はまだ明治の20年ですから、そんな今みたいにデジタル編集なんても当然ありませんから、そういうような感じでやってるはずです。そうするとあらかじめあの字のやつを作っておかないとあれ押せないんですよ。ですから当時の、段階でもう2月19日でこの、マークを押す活版ができてるってことは、さすがにこれって技術的にどうなのか分かりませんけど、あのそんな10日、ね、10日やそこらで入って作れるもんなんかって言ったら、ね、難しいと思うんですよね。ってことはこのマークのもの、これカタカナの手だったらあれですよ、なんですけど、カタカナの手とはあからさみフォントが違うじゃないですか。っていうことはこれはやっぱあらかじめ用意をしていたんじゃないかなと思うんです、私は。ですから、私は、今回の場合だと、ちょっと、これね、T は、郵便の誤りとなってるんで、でそういう風に印刷ができてるんで、1番の3番のセットですね、第2はもともとどっちも用意してあって、で間違えて押したよ、まあ、もしくは最近の今の役所でもよくやるあのアドバルーンってやつですね、試しにこれでやってみようって出してみたら、おいおいおい、これじゃ分からなくなるやないかいって大不評やったから、あ、間違い、これカタカナの手だからっていう風に言って、これね、に、しれっと書いたっていう可能性はありますけどね、うん、まあ役所のやることっていうのは今も昔もあんまり変わってませんから、そのあたり、うん、っていう可能性はありますけど、まあとりあえず用意はしてたのは用意してたんだろうなという感じに思います、うん、ということで、何はともあれこれはですから、今はねカタカナの手、低心象の低からこれを取ってるんですよっていう、ことになってます。それがねこの、マークの、由来というか、深読みをするとこんなところなんですよってことですね。で、面白いのはこの郵便マークって、例えば、こんなマーク見たことないですかね。で、これ電気通信とかに使える、無線機器とかに使われてます。携帯電話なんかでもね、外すとね、バカバカ分解するとね、どっかにあるはずなんです。このマーク、ね、郵便マークが入ってるんですよ。これなんでかって言ったら、今これ通産省が、管理をしてるやつなんですけど、通産省がもともとですので、このね、低心症の、流れを組んでる。ですので、今でも郵便マークが残ってるんですね。あくまでも低心症のマークだったり、今でもですから通産省関連のやつには電気用品のやつとかね、こんな感じで、残ってるんですよっていうのが、一つ雑学としてね、面白いところかなというところでございますね。まあとりあえずこれぐらいかな、これに関して喋れるのは。あんまり長くしてもいけませんって言いながらもう20分、30分近く下げるってね、前半後半に分けましょうかね、というふうにしたらいいと思います。で、まあまたね、詳しくねご興味いただける方がございましたらね、引き続きねチャンネル登録とかね、あと他の今ね郵便いろいろ雑談とか、あと他にもいろんな雑談とかね、スタースタテールチャンネルでね行ってますのでね、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ということでね、この動画はこれぐらいで、締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。